ああ、さて、楽しい楽しいファンタスティカマニアも終わって、明日はいよいよヒロムとのシングルマッチだな。ファンタスティカマニアの前、もう10日以上前になるな。誰もお前のコメントなんて覚えてないと思うけど、俺にとってはしっかりと答えたいコメントだったんだ。答えさせてもらうよ。 IWGP ジュニアのベルト、スーパージュニア、もちろんそれを狙って、そのためにこの新日ジュニアにいる。そんなことは当たり前だ。でもな、お前とのシングル、ジュニアのベルト、それはよ、俺にとっては全く別価値のものなんだ。ああ、もちろんお前がベルトを持ってたら最高だった。でもな、ベルトがなくたってお前はよ、俺にとって世界で一番倒す価値のある選手だ。もう一つ、ファンがどう思ってる、なんかいろいろ言ってたけどよ、関係ねえよ。俺がプロレスラーになったのは、俺がプロレスラーになりたかったからな。誰に頼まれてなったわけじゃない。だからよ、ファンがどう思ってたって関係ねえよ。いいか、お前にはどうせ無理だ、どうせ同期は勝てない、そんなことな思われても俺には関係ねえよ。てめえの力で、自分の力でそいつらのよ目を変えてやるんだ。まあそう言っても、過去お前とのシングル4戦全部負けてる。いいか、負けたやつの言葉に力がないのは、2年前に痛いほど知らされてる。だからよ、明日はただただ勝つのみ。実力の差がどうだって、前回のタッグマッチで一本お前に勝ってるな。ホリヘリベラスペシャル、それだけじゃない、俺はよ、もう昔とは違うんだ。まあ明日楽しみにしてろよ。明日が楽しみで仕方ないね。長かったよな、短かったよ。長かったのか。まあようやくこの日が来て、まあ俺もまた無事に札幌に帰ってきて、で、何をかけるって YouTube だ、なんだ、何をかけるって決まったのか、高木、これ。まあいいや、ここでグズグズ言ってもわかんねえ。直接行こう。はあ、今日負けちゃったけど、明日、はあ、負けたら、髪の毛はもちろん、プライドも、持ってかれんだよ。絶対明日、負けるわけにはいけねえんだよ。俺が明日勝って、この札幌中の雪が溶けるぐらい熱い試合をして、俺が勝ちます。ありがとうございました。いよいよだな。やっとここまでたどり着いたよ。明日だよ。なあ、間にファンタスカマニアを挟んで、この約1ヶ月間、ジャスト5アイス、お前らと前哨戦、散々やってきたよ。俺にとっても、高道六、お前にとっても、明日のシングルマッチ、大事な試合になるはずだろう。なあ、前哨戦、最後の方は、結果は出なかったけども、どうだ、俺は今日元気にしてるぞ。なあ、いよいよ明日だよ。なあ、楽しもうぜ。いよいよだな、同期。同期、お前の成長は、この俺が一番よく分かってる。一番よく分かってるからこそ、お前を絶対に倒してやる。じゃないと、同期、お前が成長しないだろ。もっと上にな、もっと上に、もっと上に、もっと、もっと成長してくれないと困るんだよ。俺が楽しくねえんだ。だから俺は明日負けるわけにはいかないんだ。同期、俺のことは精一杯楽しませてくれよ。おい上村、そしてジャストファイブガイズ、俺はな、バカなやつが嫌いなんだよ。一つ一つの発言、行動、それの意味をしっかりと理解してアンサーをくれよ。上村、この言葉を踏まえた上で、明日お前の全てをぶつけてこい。
昨日の会見で言ってたけど、真田は今過去最高のコンディションらしいよ。つまり1月4日東京ドーム大会よりも強いということ。そんな状態の真田が明日俺に負けてしまったら、彼はもう立ち直れなくなった、なっちゃうんじゃないの。真田をライバルだと認めた男の新日本プロレス最後の戦いが行われる明日の札幌大会、真田をライバルと認めた男にベルトを持ったかっこいい姿を見せれたらいいね。ま、無理だと思うけどね。カブラン高木慎吾、無事イギリス遠征から帰りました。ファンタスティカマニアではな、ティタンのセコンドにエロレジェルメンがメンバーがついて全員死亡しましたなって。高木慎吾忘れられてるけどよ、バカ野郎、俺はきっちりイギリスで仕事してきたんだよ。まあゲイブキッドが負傷欠場したから、ああ相手は変わっちまったけど、トレントセブンだかセブンイレブンだかラッキーセブンだか忘れたが、しっかり勝利して帰ってきたぜ。誰も知らねえかもしんねえけどよ。ああ、明日だな明日。おい、もうジャストファイブガイズ明日で決着でいいだろ。3対2とか、おいいかその辺で、4対1とか、おいいかその辺で、おい、なんだ喋ってんだろ。俺おめえも前回俺が喋ってる時来てんだよ。おお、今日は来てやったぞ。忘れてたよ忘れてたよ。結局てめえがかけるかけるって中途半端になってきたからよ。おお、聞いてやってよ。ほらどうしたんだよ。イギリス行ってお前時差ボケで忘れちまったよ。知らねえよ、それはてめえの都合だろ。え、なんだかけるとかどうしたんだ。おお、そうだよ、かけるだ。これ何そうだよ。真田内藤がベルトをかける、ヨウダとユウヤが髪の毛をかける。なあ太一、俺とお前も散々やってきた。 KOPW とかシングルでも散々やってきた。何かかけなきゃ。おい、面白くねえよな。足りねえんだろ、男とプライドの戦いじゃ。もう散々やってるじゃん、それ。そうだな、意地とプライドなんか当然だもんな。で、どうすんだ YouTube? お前言ってたら YouTube どうのこうの。おめえが言ったんだろ、これ。俺か、忘れちまったよ、大阪のことなんか。だから YouTube どうこう言うんだったらよ、お前よ、札幌地元だろ、地元で上げたらとんでもないはずだよな。おい、かけるんだったらよ、お前が明日俺に負けたら永遠とはやねえよ。1年間は札幌に出入り禁止でいいというか、どうだよ。俺が負けたら札幌出入り禁止、1年間出入り禁止。お前も優しいだろ、1年間で。お前が負けたらお前も札幌出入り禁止か。なんでだよ。そうなるよ。え、俺だけ出入り禁止か。おめえ負けたら何なんだよ。おめえも札幌出入り禁止か。なんか YouTube どの頃でいいんだよ。何おめえの調子いいことばっかり抜かしてんだこの野郎。突然意味わかんねえな。おめえの調子いいことばっかり抜かしてんだよ。ほら、なんだよ、ビビってんの。おめえが札幌出入り禁止だって関係ねえだろ。あ、札幌出入り禁止だって家帰れねえだろ、バカ。知らねえよ、そんなの。何言ってんの。1年間で、1年間帰なきゃいいだろ。じゃあてめえも山梨帰んねえ。それは困る、お前3月お前8日に。だからてめえの調子いいこと抜かすなっつってんだ、ほら。どうすんだよ。どこ行ったんだよ、てめえ。じゃあ一度プライドでいいか。1年だ、1年帰れねえ。だったらなんだ、YouTube 1年停止でも痛いか。じゃあお前1年停止かけるか。 YouTube、 おまあ俺も持ってる、お前もチャンネル持ってる。言ったのてめえが言ったんだろ。 YouTube 1年間停止。おう、ちょっと相談しなきゃいけねえな。ビビってんのかな。ビビってんの。ビビるわけねえだろ。別に何も待て かけなくてもいいぞ別に。じゃあお前の方はいいの、お前 YouTube に命かけてんだろ。おう、なだろうな。俺困るのはお前の方だろ。だよ、そうだ、どう見たってそうだろ。俺どっちがよ、お前札幌出入り禁止なのか YouTube なのか、どっちの方がしんどいんだよ。しんどい方を選ばさせてやるよ。おぉ、いいとこつくね。いいとこつく。おう、でもよ、おう、俺 YouTube いっぱい背負ってるのもあんだよ。小さいながらもやってんだよ、いろんなやつが思い背負って。そっちの方がよ、力でっから。おめえも持ってんだろ。持ってる。大した顔ね、登録者数抱えてよ。やってんだろ、じゃあてめえかけろ YouTube。お前ほどこまめにやってねえけどな。分かったよ。どうせかけるなら同じ方がいいもんな。どっちもリスクあるもんかけろ。そう、まあ俺の方がリスクあるけどな。なんでだよ。俺の方が散々やってんだよ。まあ確かにお前の方が長くやってるからな。長さは関係ない。登録者はまあ少しお前の方が上かもしんねえけどな。俺も登録者3万4万背負ってんだよ。ああ、決まりだなこれ。YouTube を背負って YouTube かけるんだな。負けたら1年間停止じゃ面白くねえよな。ベルトかけたり髪の毛かけてんだ。そうなるよね。3年か、5年か。3年、5年めんどくせえ。消すか。必死まえよ、やめちまえ。言ったな。
あんだけ命かけて YouTube 負けた方が削除だ。削除でどうだ。やってやるよ。負けなきゃいけないけど、リング上も YouTube も同じぐらいプライドと意地命かけてやってんで、それ見しちゃう。おしやろう。それ背負って、その方が俺の力出そうだから。やってやるな。おやってやる。おお、言ったな。地元札幌でな、YouTube かける。最高じゃねえか。やるぞ。これ最後だ。いいぞ。今日やりたいんだってやっときやるぞ。ああ、俺やるけどな。ちょっとこれ最後だったよ。言ったな。言ったな。よし、やるよ。見たよ、よし、分かった。言ったな、こら。おし、分かった、こら。逃げんな、こら。俺は昨年の4月、鹿児島で。ギブアップすらできない。レフリストップで負けてんだよ。これ以上な、かっこ悪い姿見せるわけにいかねえだろ。太一の地元で、俺が勝利してやるよ。そして、YouTube を削除するのは、太一だ。あとは明日試合で見せる。